When did that happen, and sort of what can you tell us about, you know, your new wife? ご結婚おめでとうございます。もし言えたらでいいんですけど、入籍日等の奥さんは どのような人なんでしょうか。日本人の方ですね。入籍日は特に言わないというか、まあ言わなくていいかなと思ってるので、はい、至って普通の人というか、はい、普通の日本人の人です。Yeah, she is a Japanese woman, and I don't really feel comfortable talking about when I got married, exact date and stuff, but she's a normal Japanese woman. How long have you guys known each other? Congrats, by the way. How long have you guys known each other? 知り合ってどれぐらいの期間があったんでしょう。正確な日付はちょっと分かんないですけど、初めて会ったの3年、4年ぐらいですかね。3年ちょっとかな。I don't remember the exact date, but should be around 3 to 4 years. Did that just relationship at all like factor into your free agency decision, wanting to stay in Southern California? Did that have like any bearing just as you were making your baseball decision this off season? その結婚は FA の判断に影響あったんでしょうか。それは全くなかったですね。彼女自身も僕の意見を尊重してくれてますし、そこはここまでこう、野球とは別のことなので、どこに行っても来るっていう感じだったので、そこは全くもう関係なく、自分が、どこで野球をしたいかっていうところが一番のところだったかなと思います。That had absolutely nothing to do with the free agency, and she has a great understanding of my profession, and she's willing to be wherever I want to play at, and ultimately it was up to me, so it had nothing to do with the decision. One more question is, why did you feel compelled to make the announcement, and considering the intention for your personal life, why did you decide to do that? なぜこのタイミングで発表しようと思ったんでしょうか。おそらくこういうふうに注目が集まるのは分かっていたと思うんですけど。そうですね、シーズン中よりまず、入る前が、もちろん自分自身もそうですし、他の全部トータルで見たときに、もちろん入る前が一番ベストじゃないかなという、ところだったのと、時期に関しては、ちょっと書類のいろいろあったので、整理しないといけないところもあったので、時期的に、もうちょっと早めにしたかったっていうのはあるんですけど、そういう関係で少し伸びて今日になったっていう感じですかね。I felt like it was a good timing because it's before the season. I didn't want really any distractions once the season started. And I would have liked to announce it earlier, but just some paperwork issues that kind of lagged the whole process. So that was the whole deal. Thanks, guys. We'll switch over to Japanese now. Thank you.一番はでも皆さんがうるさいので、しなかったらしなかったらうるさいですし、今日まずここでして、あとは野球に集中したいなっていうのが一番です。決め手とあったの、結婚決め手決め手とあったのはどういうところが一番？決め手、なんでしょうね。特にこれっていうのはないというか、一緒にいて楽しいですし、なんとなくこうずっといるところを想像できたんじゃないですかね。3、4年前に知り合ったと思うんですけれども、ちょうどその二刀流でね、ご成功して始めたっていう時だったと思うんですけど、やっぱりその二刀流をやるにあたって、その食生活だったりとか、そういうところで支えたらなんかそうですね、初めて会ったのがそれぐらいっていうだけで、実際にはもっともっと後なんで、シーズン中は特には来てなかったですし。基本的には今まで通りというか、渡米してから今まで基本的には一人で、いたので、そこは特に、変わらなかったかなと、去年も変わらなかったかなと思います。プロポーズの言葉とかをどんなところに聞かれたんですか？どういうところ？これというのはないですね。全体として雰囲気というか一緒にいて楽しいですし、なんて言うんだろう、これ一つっていうわけではなくて、全体的な雰囲気が、合ってるかなというか、はい、プロポーズの言葉って、はい、奥さんの好きな食事とかっていうのはあったりしますか？食事、なんですか、でも、まだ実際にはこっちに来て、そこまで日は経ってないというか、そんなに長いことではないので。
はい、まだそこまで食べてないですかね。たくさん食べてるわけじゃないですけど。プロポーズの言葉っていうのはちょっと教えてもらったりできる？まあ普通に言いました。はい、まああえて言う必要はないと思います。実際の交際期間ってどれぐらい？いや、どんぐらいなんですかね。まあ、初めて会ったのがその 3,4 年前だっていうだけなので、実際にどのぐらいだったか分からないです。まあ、婚約をしたのは去年なので、まあそれを指すなら去年になるんですかね。別のインタビューとかではこう将来的なこう子供の話とかそういうのも出てると思うんですけど、まあ、それ将来的にそういう希望とかはイメージされたりとかっていうのは。そうですね、まあ、もちろんそうなればいいですけどね。まあ、自分以外のことは言うと叶わないような気がするので、あんまり言いたくないっていうのが感じですかね。ワンちゃんを飼われたのっていうのは、そのご結婚と影響はあったというか、そのやっぱり遠征でっていう、いる時間が長、一人でいる時間っていうのはある？まあ、ぼやっとは考えてましたけど、でも基本的にはもう手術した時もずっと一人だ、僕が見てたので、基本的にはあんまりそこまでは、まあ、ぼやっとはもちろん考えてましたけど、そこまで必ずっていう感じではなかったですかね。奥様はやっぱり犬好き、ワンちゃんも大好きでって二人で決めたということですか？それと、いや、僕が勝手にというか僕はもちろん前々から飼いたいなっていうのがあったので、まあタイミング的に良かったっていうのが電話してたぐらいの感じだったので慣れ初めって どんな感じなんですか？言えないんですけど。言えないです言えない。今後へ向けては言えなくはないですけど言える範囲で言えないですか？あ、今の慣れ初めと言える範囲で言える範囲で、はい、あ、まあなんか、なんていうんですか、短いスパンで何回かたまたま会ったので、そっからっていうのが一番ですかね。こっちでアメリカで？え、日本です。短いスパンで会うっていうのも、なかなかそのデートとか行くのもちょっと難しいと思うんですけど、外にこう一緒にデート行ったりとかされてたんですか？外は行ってないですね。まあ、僕も基本的にアメリカに、うん、オフシーズンの最初、まあ、去年なんかは手術があったのでもうほぼ帰ってないですし、オフシーズンも、基本的にはまあこっちにいたりすることもあったので、そんなに外に行くということはなかったですかね。じゃあ結構別れて一緒に室内でっていうか、お家とかで一緒に時間を過ごして、お互い惹かれていったみたいな感じ。まあラフな感じで過ごしてました。まあ、外に出たら皆さんがうるさいので。一般の方で今一緒に住んでるっていう認識でいいんですか？ですか？一般の方で今こう一緒に住んでるとか、今後一緒に住むとか、そういう認識でよろしいでしょうか？あ、そうですね。キャンプの途中でこっちに行きました。はい。奥様へ。Thank you guys. That's it. Thank you guys.